遠藤が打席に入ります。里崎さん、やはりエース相手となるとどういった戦い方になりますでしょうか。まあ立ち上がりペースを作らせないように粘って球数投げさせたいですよね。調子も見たいですからね。なるほど。さあ立ち上がりを捉えていくことはできるのか。初球ボール、見極めてツーボール。スライダーが決まります。これは大きく外れています。よく見極めました。フォアボールです。そしてバッターボックスには遠藤が入っています。さあ2アウトながら得点圏には先制のランナーを置いています。ここは変化球でストライクを取ってきましたバッテリー。今のような小さいインサイド落ちました。伸びていく伸びていく、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0、試合の主導権を握ります。遠藤がタイムリー、ライトへのツーベースヒットを放ちました。タイガースが1点を先制しています。いや貴重な先制点ですよね。ここで先制点が入りました。先ほどタイガースの先制打となるライトへのツーベースヒットを放ちました。1番の遠藤がバッターボックス。いやさっきはよく決めてくれましたよね。はい、ここもね気を緩めずに集中して自分のバッティングを心がけてほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはタイガースが村上、そしてバファローズが宮城、この2人の投げ合いとなっています。よく見極めました。